transcending history and the world. A tale of souls and swords, eternally retold. Setzka. My master must be avenged. Tira. Here she comes! Zasalamel. I will show you just how different we are. ソウルキャリバーっていうもので格闘ゲームとしての確立とやっぱ世界観の確立とやっぱブランド の礎っていうのは築けたと思うんですよ。でソウルキャリバー2でその枠をさらに一般層がバーッと広げるようなフックとなるそのゲストキャラクターとかいたので、これはもうそのこの層に対して次はもっと可能性の広がるようなものを提示しようっていうふうに考えたところで今回のものすごいボリューム感につながるような仕様の一つ一つにつながっていったって感じなんですよ。未だかつてこんな優秀なスタッフが一度に会したことはこのナムコの中では例にないと思ってます。こんなスタッフと一緒に私仕事できて本当に幸せと思ってます。でそれで出来上がるものってすんごいものだろうなというのが今出来上がってる最中のものを見てもうすでに実感できてるので、早くこれをお客様に届けたいと。結構ソウルキャリバー2でその夢のキャラクターの頂点はやれたのかなと思ってたんですよ。でその頂点を目指してその夢のキャラクターのさらに上って何だろうかって、その次に来るものってもう自分だけのキャラクター、私が思い描いたキャラクターはこうだ。今回製品を全てこう統括することだといえば、もうこの1本で十分満足できるその空前絶後のボリューム感、まあおそらくユーザーさんの期待を裏切らないものを提供することで、やっぱソウルキャリバーはこうだよねっていう風な遊びがこの次の3でも提供できるんじゃないかなと僕は思ってます。